はい、こんにちは、華道家の宮本理丈です。今日はご自宅に飾っても恥ずかしくない生け花ということで、紹介させていただきたいと思います。コロナも明けてご自宅に友達だったりお知り合いを呼ぶ機会も戻ってきたんじゃないでしょうか。まあ、そんな時にね、恥ずかしくないっていうかね、かっこいい見せ方、あとお花の選び方、そんなのをね、ご紹介したいと思いますので、最後までぜひご覧ください。じゃあ生けていきたいと思うんですけど、まずおもてなし、まあ、ご自宅でも、まあ、店舗でもいいんですけど、喜ばれるというか、喜ばれるしおもてなしに値するというかっていうのは何かっていうと、まずね、本当にその時期の季節のお花を使いましょうっていうことですね。通年売ってるお花ってやっぱり多いですよね。バラだったりカーネーションだったり、まあ、カーネーションは若干母の日のイメージがあるかもしれないですけど、日本ってやっぱり四季折々の花材があると。桜はもうないですよね、今ね、5月6月になるとね。だから3月4月に桜があると、その時期が来たんだなっていう思いを馳せることができると。季節感があるお花を生けましょうということですね。で、今日私が選んだのは、わかります？これはテッセンというお花、初めてですかね。クレマチスって聞くと、もしかしたら分かる方いらっしゃるかもしれないですけど、これは、初夏のお花なので、5月6月に生けるとよろしいかなと思います。じゃあまず生けていきましょうということでやってみますが、見てこれ、まず刺さらないのは刺さらないんだけど、ふらついちゃうの分かります？なんでかというと、これつるものなんですね。と、皆さんが分かりやすいので例えると、朝顔は支柱があって、それにこう絡みつくように成長していきますよね。それと同じです。なので、こういう時はこうやりたいとしても、支柱を作るっていうことなんですよ。これ僕はたまにこういうの使ってます。これ分かります？すだれ、すだれすだれって、これ竹でできてるじゃないですか。これを支柱にしちゃうと、すだれをばらして、そうそうそう。で、こういうつるものの場合は、こう支柱があるとあっていいのって話なんですけど、いいんです。支柱すら作品の一つとして見せるということですね。なので、ここはここで一回くくる、2箇所ぐらいね、くくってあげると、こうなると支柱ごといけるということですね。で、止まりましたよね。で、まあ安定もしてるということです。 2,3 本いきましょう。このなんか使っていいんだってのでね、皆さん喜ばれますよね。むしろこの竹をこうあえて出すとかね、それも面白いと思ってくださるとね、いいですね。で、まあ水切りと、これは水揚げ剤とね、両方やってますけどね。だからこれ見て、竹の支柱とこのクレマチスの茎を刺している位置は一緒じゃなくてもいいと。むしろ一緒じゃない方が竹も見せれますが大変、竹も見せれたりするので、同じところに刺す必要はないですね。なかったりしますね、刺してもいいんだけど。こういうクレマチスみたいなお花ですね、なかなかこう私がいつも教えているような花形みたいなのに合わせるのが難しいですよね。そういうのはもう、このお花のね、良さらしさをどう出していくかみたいなのに集中しちゃうっていうことですよね。それでいいと、あまり形にこだわらずにやってあげてもいいかなと思う花材ですね。とはいえ、基本がないとそれもできないので、それも大事だよねっていうことでもあります。どうですかね、最近家に
人が遊びに来たりってどうなんですかね。増えてますかね。徐々に増えてきてますね。あ、だとすると今日のレッスンは少しは役に立つかもしれないですよね。お家に花生きてあったら結構注目しますね、やっぱり。あ、そうですか。僕はなんか仕事、職業病っていうのがやっぱ見ちゃうんですよね。気になっちゃうんですよね。なりますよね。それはしょうがないよね。許してくださいって話なんですけど、気になっちゃって、だから嫌な客かもしれないですね、僕が行くのはね。お花生きてる人には。どうなんですかね。嫌ですよね、ちょっとね。評価されればきっといい気分にはなるんじゃないかな。ああ、なるほど。褒めてあげればいいのか。褒めてもらえればより気分は上がるのではないかなと。なるほど。先生に褒めていただいた。もう見ていただくだけでもきっと喜ばれると思います、やっぱり。だといいですね、本当に。この子いいですね。いい感じでこれが入りましたね。これぐらいの長さになると別にいらないか。支柱ね。うん。こいつが立たないな。あ、これで立ったかな。意外と重たいんでね。鉄線っていうぐらいでね、茎がね、硬いんですよ。鉄までいくかどうかは分かんないけど、硬い茎なんですよね。なかなか折れにくいという。折れにくいっていうか、なんかなんつうのかな、なんか武骨な感じっていうか、分かります？硬いですね。柔らかくないでしょ。そんな、ただ鉄かって言われるとあれなんだけど、でも、なんとなく分かります？相当硬いと思います。なんか想像の4倍くらい硬い。想像の4倍くらい硬い。そうなんですよ。硬い茎が特徴ですね。なかなかいいですね。はい、じゃあこれ正面からですね。よくないですか。これ鉄線のまあ上品さ、色のね上品さとやっぱ季節感も出るし、ね、この竹見えてても変じゃないでしょう。かっこいいっていうか、これもこれ自然ですよね。逆になんかないとなんで立てんのって話でもあるし、理由があっていいというか、そんな感じもしてね、よろしいんじゃないかなと思います。はい、とはいえこれでいいっちゃいいんだけど、もう少しお花を添えてみたいと思います。まあでも実際これ飾ってあったら相当すげーってなりますね、やっぱり。そうよね、一般の家庭は大体お花買って置いてはい終了ですけど、そこに一手間加えるって結構びっくりしますね。すごいってなりますよ。はい、じゃあちょっと次のお花。綺麗じゃない、可愛くない？可愛いですね。これは？これはね、アルケラモリス、可憐ですね。品種はね、ロブスターって書いてありました。なんか葉っぱのね、これ触り心地がいい、産毛というか、なんかふさふさしてる感じ。ちょっと触ってみる。あ、すごい。わかる。すごい。触り心地がとてもいい。とてもいいでしょ。これ葉っぱがね、いいと。お花も可憐で。可愛いですね。可愛いんですよ。これはなんか合いそうでしょ。このすごく色味合いそうですね。これをちょっと間から覗かせてあげるという作戦ですね。これ後ろにしよう。初登場ですね、私のチャンネル。ね、まあ、こういう、まあ、反対色ってなりますけどね、こう紫と黄色とかってね、やっぱり収まりはいいですね。ちょっと足元にも入れましょう。こいつちょっとポツンとしててかわいそうなんで、添えてあげると、ね、うん、いいですね。先ほどと比べるとすごい様変わりします。様変わりました。正面からも撮ってみましょう。黄色入ってね、ちょっと爽やかさが出たというか、ね、鮮やかさが出たというか、カラフルになって、これからの季節に合う色ですね。ですね。最後はおなじみですかね。これは利休草という草花ですね。あ、今日のは腰がないですね。これは足元と若干流れも作りたいなと思ってましたが、うん、まあいけるか。
竹串がいるぐらいこうなっちゃうと、まあ、ここで切っちゃおうかな。上がったの分かります今。分かりましたね、うん、さっきは下ってなった。自分の重みで下がっちゃうのを先端を落とすと上がると。で足元にも入れたいですと。これも今日なんか細いのが多くて剣山に刺さらないので引っ掛けるように入れるっていう感じなんですよね。とはいえそれでも引っ掛かりもしないという今感じなんで困ってます。次に刺したりして安定させましょうと、うん、下にも2つ入って後ろにも入れたいですね。ここね、ああ決まりましたね。あと真後ろ、はい、今日はおもてなしのいけばなということでいけてみました。鉄線とアルケミラモリス、これはあまりのお花を小さい花瓶に入れてみました。可愛くないですか。これはお手洗いに行きましょう、ね、こうなると例えば玄関であったお花がトイレでもあるとなんか統一感もありますよ ね。そんな感じでやっていただけるといいかなと思います。ね、なかなかいい感じで入りましたね。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。